皆さんこんにちは、染谷俊之です。染谷ちゃん TV 始まるよ。はい、ということで今日はですね、口は〇〇のもと五臓六腑上田鳥越のイベントにゲスト出演に来ております。朝日ホールで、はい、楽しみだね。もう今もう開場してあと30分後ぐらいに始まるんですけど、はい、あ、これそうなんです、 T シャツ。そうですね、口は丸々のもと、はい、ということで今日イベント楽しんでいきたいと思います。いろいろ回っていくか、トリちゃんとか出てくれるかな。ちょっとトリちゃんの楽屋行ってみる。そうですね、突撃してみましょうね。行ってみるか。はい、行こう。アポなし。いいよ、俺は取る取る。トリちゃんいないや。イメージですか。そうですね。トリちゃんもいないわ。タイミング。なんだ。ちょこちょこ撮りつつね。はい。出てもらいつつって感じでやっていきたいと思います。はい。じゃあイベント楽しんでいきます。TV。 あ、失敗したな。いいか。はい。名前書いてあるんですか。はい。名前。はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。出ましたよ。ちょっとだけ、はい、いいっすか。あ、いいっすよ。すいません。あ、これが染谷ちゃん TV。 あ、そうなんですよ。出ました。ごめん、ありがとう。あー、見てますよ。あ、ほんとに、はい、ありがとう。俺もコスプレしようかな。それぜひ出てほしい。コスプレ企画ね。そうなんですよ、はい、うわ出た。え、だから染谷ちゃん TV 見たらこの回、うん、あの流れたら、うん、俺見れるってこと。そうだね。うわありがとう。ごめん、急遽しかも親で。いやー、ウエちゃんやで。ね、どうなんですか、密着。結構その映画の舞台挨拶の密着とかされてるじゃないですか。あ、してるね。ね、なんかどうなんですか、密着される気分って。なんかちょっとどうしていいか分からなくなっちゃう。ここ映していいのかな、ここ映していいのかなみたいな、ちょっと気使うよね、やっぱね。どうですか、なんか素の部分は撮れてますか。そのやつ難しい素を。いや、あんな嘘だよ、俺素の部分なんか見せんでもなんかドライブでなんか一問一答しながらとか。あ、なんかすごい見てくれてるじゃん、ありがとう、見てる、ありがとうね。韓国ドラマか、サメちゃん TV。 あんたそんな暇ないし。今日はあんた休園日でしょ。あんた今日休園日ですよね。一緒だよ。逃がさない方式。逃がさないとか、いや、本当ありがたいなと思うんですけど。だからこのお話来た時に、あの、だから、ウエちゃんこうで、いや、そうよ、休園日にイベントどうですかってウエちゃんから来た時に、いや、もうだって断れ、同じスケジュールでさ、いや、そうです、休園日ちょっと休みたいんだって言えないじゃん。逃げ道塞がれた上でオファー来てるから、ね、そうね、あの、僕周りから固めていくタイプなんで。いや、でも嬉しいです、本当ありがとう。毎日やってんだからね。いや、そうね、もう作品もそうですけどね、うん、もうなんかこういうやっぱイベントでもね、うん、そうそう、一番なんかいろいろやってるかも俺。あ、え、マジ。イタリアもそうやし。そうだね、ね、イタリアが一番楽しかったよ。楽しかったよな、マジで。ちょっと行きたいよね。行きたい。多分染谷さんと相部屋になれる男は多分この界隈俺しかいない。いや、そうね。俺しかいない。いや、本当にそう思うわ。結構俺あんま相部屋とか嫌な人なんだ。そうだよな。上ちゃん大丈夫。俺割と大丈夫。あ、そうなんだ。そう。だからやっぱこう撮影いっぱいさしてさ、部屋帰ったらさ、ふーってなりたい。その中で上ちゃんは全然大丈夫だったね。ああ、すごかったですね。ベネチアのさ、ホテルの天井すごい。あ、そうね、あのいっちゃん高そうなホテルな。ああ、天井に天使の絵描かれてさ、すごいよな。朝起きたら俺死んだから。お迎え。
なんか提督が泊まったホテルだっけ。あ、そう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 、なんかね、昔の偉人が泊まってた、うん、そうそうそう、なことあったね。今日はイベントということで。そうですよね、よろしくお願いしますね。すみません、これ、私の直筆の、はい、あ、だからか、お T でございます。え、これ上ちゃんがいたの。これはそう、白 T の方はこの口を丸々元俺が書いてて、うん、黒は鳥越さんが書いてる。あ、そうなんだ、字うまいね。だってこれ何十回も書き直したもん。見てよこの門のところ見てよ。あのちゃんとここは斜めから入り、うん、ここちょっと溜めてうってやるのやってるのよ。何十回もやったこれ、うん、だったら下手かも。どうして素敵なもらえるの今日。あ、もちろんでございます。ありがとう。はい、もちろんでございます。させていただきます。はい、今日もう満員御礼ということで。いや、そうそう、本当にありがとう、本当にありがとうございます。名前用意してないからね、今日ね。いや、もう、今日はもう、適当に喋って、あバーってやって、もう楽しみにさせていただいたんで、そう、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃよろしくね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。サメちゃん TV また出して読んで読んで、ぜひぜひ。おありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。トニちゃんがいないんだよ。なんとかーい。だからね、鳥越さんと俺のあれとかもう何もないのよ。あ、そうなの。そう、鳥ちゃん今探してるんだよね。なんか忙しぶってんの。ぶってる。鳥越さん、あ、いい、大丈夫大丈夫、探すから。いいね、いいね。俺ちゃん TV だぞ。いい、声でかいし。鳥ちゃん何してんのかな。髪切っちゃったよ。まあね、そっぽいし。あ、なんか綺麗にしてるわ。ちょっと何、手引いとく。トリちゃんの、なんで、え、なんで手繋がれてんの。トリちゃんの、ついにお前俺のこと好きなの。それはない。それはあるよ。それはない。うん、何あるよ。映しちゃいけないもんね。ない。あ、ちょ、サメちゃん TV の密着入ってました。多分俺が一番映した。ちょ、すいません、あの密着入ってて、はいはい、ちょ、映ってもらってもいいか。いや、全…何この機械。全って何。何のこれ。これすごいだろ。すごい、もうシャシャリにシャシャった YouTuber のやつやん。あのシネマティックモードで撮ると、うん、カメラで撮ったかのようなね。そうですね、映像が撮れるんですよ。すごい。そうなんですよ。ここ毎週ツメちゃんチビってなんか…チビっつった今。ツメちゃんチビっつった今。チビお前やろ。誰が俺やろ。誰がチビやろ。あら、なんか猫耳つけてなんかやってるやつ。あ、見てくれてるね。サムちゃんも結構見てくれてる。そうそう、あのサムネはね、ちゃんとチェックしてる。え、サムネかい。長見ろ。サムネチェックさせてもらってます。あ、ツイッターとかに流れてますね。はいはいはい、それはチェックしてる。それでもじゃあ嬉しい。いろいろやってんだと思って、うん、ありがとう。あれは何、あのちゃんと YouTube の収益で YouTube の撮るための部屋を借りてとかやってるの。全然全然ですよ。あの収益とか、あのそういうのでやってませんもん。あ、そうです。そうそうです。なんか最近ちょっと YouTube が過酷みたいな収入が。あ、わかんないです。そこは別無視して。僕 YouTube で1円ももらったことないです。あ、そう。なし。そうなんです。なし。ただただ楽しく。いや、そう、まずね、そうそう。このコロナ禍でなんか届けられるエンターテインメントないものかっつって始めたもんだから。本当。でも全然ね、俺1円ももらったことない、ね。本当。うん。で、基本的に1円ももらわないもんね。何に対して？え、今日も。いや出させていただいてね。そうですよ、ね、テレビの方もありがとう。しっかり最高。名前がさ、サイコパス、サイコパスっつうからさ、うん、別現場でもサイコパスって言われるやっぱね。ちょっと今一度確認していただきたい、皆様に。だから今回の、うん、なんかどっかでサムネ使ってください。はい、出たサイコみたいな、このめっちゃやったサムネ、出たサイコ、出たサイコ。やめろよ。やっぱそれは見たいもん。サメちゃんのサイコ見たい。俺はでも全然サイコとか高投げ美人で売っとんやん。高投げ美人。そうですよ。もう気合い入りそうな。そのチョイスがもうしょうがないよ。入院が似合うって言われてる。あ、入院ちょっと何してん。入院似合うが一番俺だからね。いや、入院似合わない、うん、いや、一番似合わない。車椅子右上げ男子や。車椅子右上げ男子。なんだっけ、病名一切覚えられないんだよね。放火資金。放火資金。あの、たまき君
これ染めちゃん TV で密着入ってんすよ、うん、ちょ出てもらえます、今大丈夫な状態ですか今。全然大丈夫。あ、もう大丈夫。一画面にサイコ一人までっていう。サイコパスな。サイコパスで人外来てんの。あ、じゃあ俺の上位互換ってこと？あ、すすすす。カメラの後ろでずっと指さしてた。誰も二人見てない。そうだ。指さして。怖いよそっと。なんか今日悪いこと起きるかもしれない。怖い怖い怖い。なんか悪魔じゃんもう。悪魔じゃん。無意識にさしてたから怖っ、俺も怖っ、呪いかけてんすか。それは笑うセールスマン、それは。え、ちょっと、もぐる、ちょっと、タナキ、いいっすか。すいません、いや、すいません。あ、そう、一緒のゲストのタナキくんです。あ、タマキです、よろしくお願いします。コスメちゃん TV で、YouTube で、今話題の、はい、あ、話題、全然話題にはなってないですけど、めちゃくちゃ話題全然話題ずっと一番いい話題の話題にはなってない、全然すいません、ありがとうございますでも、出てくれて本当にありがとうございます、すいません。何、全然こちらこそコラボっていう形じゃないんですけど、まあ、我々今日ゲストなんで、ね、そうなんですよ。めちゃくちゃ TV 言うてるの今日は丸々言うてるそれはさ、みんな取り込めそれはいいね、今日はこのイベントに来てんだから。そうだね、うん、ゲストでね。本来はパーカーとか名前の数で言ったらうちらの方が多いからね。サメちゃん TV、ちょっとキャンセル、いや、これキャンセル、文字数で勝負してる、ね、番組のさ、上下とかさ、文字数で勝負してるの、人の名前の文字数でキャンセル一切、あの、もうでもキャンセルかかってくる、俺はキャンセル続行なんか近所のグラウンドでちょっと本当だ、見に来たちっちゃい子いるけど、なんか実はなんす僕、全然、ありがとう、ありがとう。さっきからずっと声、そう、あ、すいません、すいません、ありがとう。いやね、まあまあやらせてもらってますけど、すげえうまいんでるじゃん、すげえうまいんでるじゃん、すげえメイン、初歩的ちゃんと、なんなんそれ俺よく見てなかったけど、デザイン違うんだよ。え、そう、そう、あ、そうそう、こっちがさっき言ってた、あ、これが鳥越さんが描いてる方、居酒屋っぽくない？日本はもう居酒屋に行きたい人間だからあの文字しか見てない、日本語といえばあの文字、殴り書きのあの文字が本当普通の文字だと思ってんだ。あぶりがっこ、あぶりがっこ、あぶりすめさまいぶりがっこがガッチャンコしてる、やば、絶好調や、絶好調や、今日調子いいね、調子いいかな、調子いいと思う、本当に最近そういうことが多すぎて俺すごい心配になってんのよ。なんか向けツッコミで言ってんのに、うん、ほんまのやつが出てきて、うん、いやでもさ、ボケじゃない、どっちかっていう、いやツッコミだってほしいけどね、スパーンってさ、それじゃやりたいよ、俺自信満々に炙りがしかもさ、俺が番組出させてもらった時もさ、改編の時、編成期って言った、あ、そう改編期の番組のね、うん、あの繰り越しのやつ、改編期とかって言うじゃないですか、計測できるか番組みたいなね、これやっぱ編成期も乗り越えたいですからねって言って、お前声変わりするのみたいなやつだけどやらなあかんくなって、すごいな、それはシンプルにアホや、そうね、単純に感じがアホや、アホなのに難しい言葉使って頑張ってでも俺もそっち側ではでしょあ、そうだ、タマキ君もこっち側ですじゃあツッコミに回るわ俺、いやだからね、多分ね、白と黒なんやと思う、あ、なるほどね、そのように動きなの、そうそうなんだ。だってさ、居酒屋の時代似合いそうな2人じゃない、うん、だってあなた自分の番組居酒屋のなんか派手な、確かに、そうだよ、大量ごとだね、え、うん、なんなのあのコンセプトは、え、とかもう居酒屋ただの、だから今飲んでたからここ結構出たことあるから、あなたたちよく出てますよね、そうなんですよ、ただ台本ないから、うん、あ、もう一緒や、うん、じゃあ何飲むっていうね、うん、そうで、途中演者何喋ってるか、ロレス回らなくなってきてるみたいなのをただただ見てもらうみたいな、一回バーベキューあったね、うん、あれしてたよ、すごかったもん、何が、え、酒を持ていいなって外半外、将軍半外で、それは歩きの記憶あんまりないっすよやってるやん、それ普通の居酒屋と同じやん、いやでもちゃんと言っちゃいけないこと言っていいことみたいな分別ちゃんとあったよ、ちゃんとね、委員会ってちゃんとコンタクト外して寝てんのかな、いや知らんけどそれ知らんから、ね、言っちゃどうでもいい、ちゃんと自我はあったんだ、自我はないけど、マジ海賊だったもん、やばちょっと面白かった、お酒大好きですね、うん、皆さんもね、今日こんな4人でワイワイイベントをお届けしていきます、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございます、それじゃ TV 始まるよ、もうそれ撮ったんだよ、ありがとうございます
テレビで見てたら生でっていう、生で俺らの話してる、あんま生で見るもんじゃないかもしれない、僕の中でやっぱ分かれてますから、ジャンルと言います、ああはいはいはい、あ俺今すっごいプロで見られてたすごいね、今回のゲストすごいですね、最後の人外でしょ、配信もありますから、だから多分もうテレビで言ってて、はい、そんなことないでしょ、なる人いるかもしれない、もう出てきたらきっとすると思う、だからもう発音伏せよという感じで、ゲストにでも固まってするかもしれない、意識だったらごめんなさい、そうだね、ゲストのことこんな悪く言う？俺もちょっと変わりすぎだよね、お前な、無視の感じで、すごい見てるんだもん、見てくるね、ほんとに、ゲスト最近ね、今回からちょっとフロントみたいなのがね、はい、フロント番組の時はこうやってちょっとすごいね、2人でさ、トークしてさ、ほら、まだ咲いてるもん、ずっと喋ってる、言うたら、すごい、ボリューム1、ボリューム2が、ロビーがほんまに散る、言ってました、まだ全然出番はあれなんですけどね、はい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 、ありましたね、いやまあでも楽しかったな、あの収録は、しまだ絡まれそうから、大体ね、その我々ゲストサウンドを含めいいえこの様子も YouTube で流れるんですか、そうなんですよ、へー、いつ頃次の日します、金曜日どこでします、今週の全然俺は大丈夫ですよ、はい、もうでも明日あるんで、はい、まあ、間空けない方がそうだし、そうですね、はい、どうも、これが出るか、はい、どうも、いやー、これなんで、いやー、さっきすごかったね、あのちゃんのやつね、まあ今からはこう白熱サイコパスのプレッシャーってことで、ね、よろしくお願いします、いやそうなんですよ、あの人たちうわーしゃべってお後がよろしいようで決まったもんってバーってかけたんですけど、鳥越さんこれから換気タイムですっていうことと箸口丸をつぶやいてくださいねっていうことをね忘れてるんですよ、皆さんどんどん増えてください、よろしくお願いします、じゃあもうね、待たせてるんで、はい、呼び込みたいと思います、おい、呼び込みたい、出てこい、怖い怖い、すごいマウント取ってきたわ、さっきは、そういえば、え、でもそれはそうした、うん、でもそれ何十回も書き直したでしょ、うん、にしては下手だねとは言ったよ、あいつ、あいつ泳がせるのよ、わお疲れ様でした。お疲れ様でした。めちゃくちゃ疲れた。今までみんな笑って。いや、本当な、涙出、染めたのを見て、もう涙流すぐらい笑ってる、素敵だなと思ったら、そんな時自分が出たからびっくりした。染めたのを。キラキラしてる、なんか先週末ぐらいキラキラしてやりきったぐらいでも笑顔だから、ああそうですね、本当にとってもそのくらい楽しかったですね、楽しかったね、本当にありがとうございますね、チャリよりだ、全然では何枚かいきまーす、いきまーす、はい、いきまーす、はい、変な写真、はい、いきまーす、はい、いきまーす、はい、これしかないよ、おぉ、そうですね、ごめんなさい、はい、いきまーす、はい、いきまーす、はい、はい、
ちょっと寄りでいきます。はい、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 じゃあ最後です。いきます。はい、はい、ありがとうございます。はい、では、オールアップでございます。ありがとうございました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 。なんか分からんけどずっと笑ってて、いやでもそのぐらいちょっと気の知れた4人でお届けできたのが一番の原因なのかなって、いい意味での原因なのかなと思ってとっても楽しかったです、はい、もうねサイコベストエレベーターリーダーやばいっしょ、まあ、エレベーターリーダーできんてん、まあ、楽しかったね、はい、上ちゃんのあだ名も考えたんだけどいつか披露するわはい、ということで今回は口丸五臓六郎イベントの密着でした。ご視聴くださった皆様ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンの方お願いします。それでは皆さん、いい夢見ろ。